さあここからは11月5日から開かれる中国国際輸入博覧会について詳しくお伝えしていきます。早速ゲストをご紹介しましょう。今週は輸入博に毎年出展されている企業と今年初出展の企業の代表にお越しいただきました。まずは素材には社会を変える力がある、今回輸入博に初出展される東レ中国の靴沢東次長です。東レの靴沢でございます。よろしくお願いいたします。もう一方は喜びがつなぐ世界へ、キリン中国の安武東次総経理です。キリンの安武です。よろしくお願いします。はい、お二方ようこそお越しくださいました。今日はよろしくお願いいたします。さて早速まずは東レの靴沢さんにお伺いしたいんですけれども、今年初出展初参加ということですけれども、参加を決めた理由というのは何でしょうか。まあ、我々としては中国の方々にですね、東レという会社、そして我々が提供している素材をより深く知っていただきたいというふうに思っておりまして、この輸入博は国家レベルの非常に大きな展示会ということで、我々のそのブランドの浸透も含めて、参加をさせていただくことにいたしました。はい。一方安武さん、キリンは6年連続出展されていますけれども、この6年連続出展される大きな目的というのは何でしょうか。はい、我々第1回の2017年からですね、参加をさせていただいているんですけれども、まあ、第1回の時はですね、ジェトロ様にお声掛けいただきまして、合同出展という形で初めて参加いたしました。実際にこう来場されるお客様の数、その規模の大きさをですね、目の当たりにしまして、やはり我々のこうブランドだとかをですね、こう知っていただく、非常にいい博覧会だというふうに感じましたので、毎年参加をさせていただいてます。なるほど。やっぱこう認知度拡大には有効的なこの博覧会なのかもしれませんね。靴沢さんは初出展ということなんですけれども、はい、実際これまでに輸入博に足を運ばれたことはありますか。はい、私は実は昨年の7月に上海の方に赴任いたしました。そのために、その秋に開催された輸入博の方には足を運ぶことができました。その実際に展示されている、展示物、非常にこうバラエティに富んでいるということ、そしてまたたくさんのお客様が来られているということに非常にこう印象深く感じました。はい、安武さんにお伺いしたいんですけれども、この輸入博覧会、この6年間で、冒頭にもお話しましたように、出展している商品がオンラインで買えるようになったりとか、少し大きな変化から小さな変化、いろいろあるかと思うんですけれども、この6年間の変化、キリンさんとしてはどのようにご覧になられてますか。やはり近年はですね、中国が、これだけこうグローバルで、市場が拡大している中で、さまざまなこう企業がいろいろなこう、新商品ですとか、イノベーションをですね、こう紹介する場になってきているなというふうに思います。はい、そしてお二方にお伺いしたいんですけども、お二方の企業も世界的に有名な日系企業として、中国の他の展示会にも参加これまでされているかと思うんですけれども、他の展示会とこの国際輸入博覧会との違いというのはどこにあるかと感じられていますか。まずは靴沢さん、お願いします。はい、この輸入博についてはですね、特にお客様、ビジネスのお客様だけではなくて、例えば政府の関係者の方とか、あるいは業界の関係者の方、多数来られます。そうした方々に東レの活動っていうのを知っていただくということ、そして東レは中国経済の発展にしっかり寄与してるんだということをアピールできる場になるんじゃないかと考えております。はい、そして安武さんは違いというのはどのように感じられてますか。やはり参加される来場されるお客様も非常に、バラエティに富まれてますし、非常にこうやっぱ多くのお客様がいらっしゃいますので、そういった場で我々のこうブランドなりですね、こう企業のことを知っていただくというのはやっぱり非常にいい機会だというふうに思っています。やっぱりこれだけのこう規模で、行われる、展示会というのは他にありませんので、我々としてもですね、一番力を入れている展示会になっています。さあ、そしてですね、キリンの安武さん、続けてお伺いしたいんですけれども、この輸入博を通して6年間こう得てきたものというのはどんなものがありますか。おかげさまで2018年以降ですね、毎年販売数量はですね、過去最高を更新させていただいてます。はい、ここに出ることによってやっぱりさまざまな業界の関係者も参加いただきますので、
例えば我々がやはりまだこう進出ができていなかった中国の地域にですね、新たにこう販売をこう開始するきっかけになったり、実際こう量販企業様のこうバイヤー様がいらっしゃって、そこからですね、商談がこ う, うまくまとまって、まあ、新たにですね、全店舗に我々のこう商品をですね、取り扱っていただいたりとか、まあ、そういった具体的な成果もありました。はい、そしてお二方にお伺いしたいんですけれども、まずキリンさん、今年の展示会の注目点というのはどんなところにありますか？はい、今年はですね、ブースも120平米とですね、大きく拡大をして、昨年と同じ規模でですね、ブースを出したいと思っています。今回はですね、テーマとしてもですね、少しこう夜市みたいなこうですね、日本でいうとこのこう屋台みたいなものを少しこう、イメージをしたブースを作ってまして、我々の持っているこういろいろなブランドをこれ実際にこう見ていただいて、こう実際こう飲んでいただいて、まあこうすごくこう賑やかなこう場所みたいなこうものをですね、こうテーマにしてやろうと思っています。はい、そして忽澤さんの方の注目点はいかがでしょうか？はい、先ほど申し上げたように、今回初めてということなんですけれども、広さとしては108平米のブースを作らせていただきました。パビリオンとしては技術装備というところがございまして、そこの一角に展示をさせていただきます。展示物としてはですね、やはりいろんな商品がございますので、だいたい50点程度展示させていただく予定になっております。でまたそういった展示物の他にですね、我々のその素材を使ったさまざまなノベルティ、例えば超極細繊維を使ったメガネ拭き、これトレシーというのがあるんですけども、こうしたものですとか、あるいは人工皮革、これはウルトラスエドと申しますけれども、これを使用したポーチ、またキャラクターバッジ等ですね、そういったものもいろいろ取り揃えておりますので、ぜひいろんな方に足を運んでいただければというふうに思っております。我々の生活に身近なものもこう触れることができる、はい、ということなんですね。ということでございます。はい、さあそれでは最後になりますけれども、いろいろお話いただきまして、改めて中国の消費者の皆様に一言ずついただけますでしょうか？まずはじゃあキリンさんからお願いします。はい、我々ですね、食と健康の喜びを、お客様にこうお届けするということを企業理念にも掲げておりますので、健康、環境、そしてコミュニティというこの3つの社会課題に対して、我々の技術ですとか製品サービスを用いて、そういったこう社会課題をこう解決をして、ぜひですね、我々のいろんな商品をですね、実際こう手に取っていただいて、中国のお客さんにもですね、たくさん楽しんでいただきたいなというふうに思っております。はい、そして忽澤さんお願いいたします。はい、中国にもカーボンニュートラルに向けた3060ダブルカーボン目標というのがございますけれども、東レはさまざまな革新技術、そして先端素材というものを通してですね、いろいろな課題の解決に挑戦する。そして、特にサステナビリティの課題については、これは本当に世界共通の課題でございますので、この解決に向けた貢献ということをしっかりやっていくということを訴えたいというふうに考えております。はい、ありがとうございました。ね、11月5日まもなく開幕されます。もう順調に開幕して実りのある輸入博覧会になることを願っております。本日はお忙しい中どうもありがとうございました。ありがとうございました。